はいもう1回リファイトお疲れ様でですす今ね9時45分です、えー、と先ほどねこれから30分かけて山道を登るよっていうふうに申し上げたと思いますけども気持ち早めに足を進めて疲れてはいたんだけどもだけどもちょっとのね無理をすることによって最後のラストスパートも腕をあまり大きく振ることなくね足でグイ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 いったところなんと30分の予定が15分で。 登りききることができましたそして今ね降りてきて住宅街に入ったわけなんですけどもまあ今日だけかもしれませんけどねちょっと肺の呼吸の負担っていうのが前回に感じてぐっとなくなったような気がしますねこれは多分ね意識の持ち方なんだと思うんですよ急に肺活量が上がったりとか筋力量がね強くなったってことはないと思いますんでうんだから一つはできるはずだとずーっと思い続けて 朝起きて飯を食って夜寝るってことをずっとやってるとねその精神が何らかの,あのリミッターを外してくれるのかなと思いますよねちょっとだけ無理ができるような体をその許容量を作ってくれるんではないかなというふうに思いますねなんか不思議な感覚で今日は息も切れてないしこうやってね山道を行って登る後でできますねちゃんとした呼吸がねはい。 でですんで全然へっちゃらだなと思いながら今降りてきたんですけども、うんまあ、汗はかなりかきました、はあ、まあそんなとこですか、うん、前回はね山登ったあと動画撮ったらハーハー言ってて話にならなかったと思いますけども動画によって記録を残すと自分のねこの体のコンディションの変化っていうのはなんかこう意識できますねかなりねよしじゃあまだ朝10時にもならないんで。 なんか15分得したなって気持ちでこのままブレックファーストに入ろうかな今日のブレックファーストはレモン水とそうですねキャラメル2個ぐらいにしとこうかなあともやし炒めをちょっと食べて、えー、腹をふく太らせようかなと、うん、あのやっぱりね贅肉ついたんじゃ意味がないですからねなるべくスマートな体とそれから余計な腹肉を取っていかないといけないんで はいまあ、これだったらね、あのウエイトジャケット着てるようなもんですから、今のところ、まだまだ体重を落とさないとなと思うところでございますちなみにあの、エクストリームの試合は体重によってあれですかね、対戦相手決まったりするんですかね、まあねあのジェントルマンマッチなんで、体重とかあんまり気にしなくていいのかな、まあ、それももうちょっとあとですね、考えるのは。はまずは 試合に出れるようなスタミナをつけないといけないんでそこ以外は故障のことだけ考えておこうと思います。それじゃあリファイト